めてます。投げてくださったら嬉しいです。なんだっけ、チャレンジのとこから受け取れるので、15までね。明日ホワイトデー、あ、明日ホワイトデーか、そっか、14日か、そっかそっか、全然分かんなかった。ホワイトデー関係ないからさ。あんまりなんだろう、ホワイトデー、そんなバレンタインデーとかだったらさ、その女の子友達とかにあげたりさ、なんか家族とかが作ってたりして、あ、なんか今年の何作るみたいな言ってたりして、妹が、あ、そろそろかってなるけど、ホワイトデーあんまりなんないからさ、そんな風に普通に、さっき気づいた、今気づいたコメントで。私もチョコあげてて、ホワイトデー何返されたら嬉しい、ホワイトデー何返されたら嬉しい、なんだろうな、え、でもホワイトデーってなん、え、食べ物、食べ物返すのかな、普通って、わかんないんだけど。食べ物でも嬉しいし、何でも嬉しいんじゃないかな、別に。そうだよ、なんかもらった記憶、なんか小学生の頃、小学生の頃とかに、なんかそのクラスの子とかにあげてて、もう全員みたいな、いっぱい作って持って行って、クラスのもう全員にあげるみたいな、そう、女の子は女の子で交換するしみたいな、あの女の子全員持ってくるわけじゃないけどみたいな、そう、全員にあげたりとかしてたんだけど、みんなそんな感じだったからね、私だけじゃなくて、別にみんな、みんなたくさん持ってきて、たくさん作って、たくさん持ってきて、なんか自分のクラスとか他のクラスの子にもあげたりとか、もうなんかとにかくめっちゃ持ってくるみたいな。そんな感じ。なんか仲いい子、本当に仲いい子だけっていうよりかは、なんかなんだろう、クラスの子とか他のクラスの子にもあげるみたいな、そんな感じあげてて、そう、クラスの子にとかあげてたから、結構小学生、小学生のくらいの頃、中学生とかになってからはなんかもう全く本当に仲いい子だけみたいな感じだったけど、小学生の頃はね、小学校でも5、6年生くらいかな、そのぐらい、返し、ホワイトデー、あんまもらった前すぎてあんま覚えてないんだけど、何もらった、お菓子とかなのかな、何もらったっけな、お菓子とかなんか雑貨、こう小物類、ハンカチとか、なんかそういうさ、ホワイトデーのセットみたいな、なんか売ってあるじゃん、このぐらいの時期になったら、そういうの、何も、全部、何もじゃないわ、全部何でも嬉しかったけどね。なんか売ってるじゃん、なんかセットみたいな、こう、わかる。そういう、なんかそういうのもらったりとかあったけど、なんかハンカチとかと、なんかちっちゃいストラップみたいなのがセットになってるやつ、なったりました。まあでも大変そうだったね、相手も。向こう側も。そうだから、クラスで、クラスの女の子とかさ、からもらったりしてみたいな。なんだろうな。そう、なんか、
普通になんていうクラスのみんなにあげてる感じだったから、そうなんか友達とかにあげてる時とかに周りにいたら、あじゃあみたいな、いや何兄ちゃんもみたいな。そうそんな感じの感覚であげてた。小学校ぐらいかな、中学生ぐらいになってはめんどくさくなっちゃって、本当に仲いい子だけみたいな。そうだから小学校の時は本当に大量に持ってたよ。中学生はね仲いい子だけとかだった気がする。小学校はギリその食べ物とか持って行ってもギリ大丈夫ぐらいだったんだけど、まあ、先生にあんまりバレないように、そうあんまり学校ってさその食べ物持って行っちゃいけないじゃん。そうだから中学校の方が校則でさしっかり決まってるからさ、そう持ってき食べ物を持ってきちゃいけないみたいな。そうだからそういうのがあったから、本当になんか放課後とかに先生がいない時に朝渡すみたいな。なんかだから小学校の時だったらそんなにさ、そう先生がいない時にコソコソって渡すみたいなんじゃなくてもさ大丈夫だったからクラスの子とかに。中学生は校則がある。そう先生が放課後に先生がいない時にそう仲いい友達とかに交換とかしたりとか。高校は別に食べ物持ってきちゃダメみたいなのなかったから、だってもうそれだったらお弁当持ってこれなくなっちゃう。そうだから大丈夫だったけど、何なんか普通になんか高校の時は私はしたことないんだけど、そのなんかさそういうバレンタインとかハロウィンとかそういうさ何こうイベント行事みたいな、そういう時にもうなんかもうなんかみんなねなんかお菓子とか作って持ってきたりとか買って持ってきたりいっぱいして、でお昼ご飯の時間にこう机とかいろいろくっつけて、でなんかもうたくさんみんなで持ち寄ってみたいなしてる子もいた。私はしたことないんだけどすごく楽しそうだった。それすごいと思ってびっくりした。私はしたことないんだけどね、めっちゃ楽しそうだった。でもなんかみんなで持ち寄ってなんかプチパーティーみたいな、すごかった。他のクラスの子がしてたんだけどね、私同級生、私のクラスはしてなかったんだけど、めっちゃ楽しそうだった。そうなんかたくさん持ち寄ってみんなでなんかパーティーみたいな感じ、そんな感じでしてたりとか。そう楽しそうだったな。それそうなんかクリスマスもクリスマスはでもあれなんか冬休みだったっけ、覚えてないな。なんか私はしたことないからそうなんかハロウィンとかバレンタインとかそんなのしてたりとか。そうなんかバレンタインとかもお菓子配って回ってる子いたもん高校の時そうなんかさ袋菓子なんかいっぱい入ってるやつあるじゃん、ファミリーパックみたいなやつ、そうなんかトートバッグみたいなちっちゃいバッグに入れてなんか配って回ってる子いたそうお菓子いるみたいなもらってたりしてたけど配ってたなんかもうその子はなんか交換って感じよりかはもう配ってるって感じだったそうさすがにねだから作ったやつじゃなかったけどなんかいろんな人にあげてたから配ってた。そう懐かしいな。ファミリーパックのやつをさ
ってきてみたいな、みんなにはあげるみたいな感じ。そう、終わったかな。私は高校の時は仲いい子にあげたりとか、そんなパーティーみたいな感じでしたことはないんだけど、そう、なんかいい友達とかにあげたりとかしたかな。でもなんか高校ってさ、普通にお菓子持ってきても大丈夫だったから、多分なんか少ないよね、お菓子持ってきちゃダメみたいな高校少ないと思うけどこうなんかバレンタインとかじゃなくてもさ、普通にお菓子持ってきてみたいな、授業の合間、その合間の休憩時間みたいな、移動時間とかあるじゃん、その授業の合間の時間が、そこでお菓子食べてたりとかして、そう、なんかお菓子グミとか出してみんなにいるとか言って食べてたりとか、バレンタインの時じゃなくてもなんかお菓子作ったから持ってきたみたいな子もいたし、すごい楽しかったね、そういうところは。懐かしいね。授業中に弁当食べてる子もいた。え、マジで？それなんかドラマとかアニメとかそういう世界だけなのかと思ってた。私は授業中弁当食べてる、お弁当食べてる子。なんか休憩時間とかに、休憩わかる？なんかさ、授業と授業の合間のさ、5分とか10分の時間あるじゃん、あの時間に食べてることがいたけど、授業中？授業中はちょっとないな。なんかほぼほぼ見ないけど、その合間の時間に、授業と授業のなんかお弁当食べてる人なんかいたかもぐらい、あんま覚えてないけど。あんまいなかったね。いなかったかもな、授業中はいなかったね。女子、あ、女子じゃない、その食べてたような記憶があるような人はあんま覚えてないんだけど、かもぐらい、 あったかもぐらい、授業中じゃないけどね。もう覚えてないからあれだけど、女子はいなかったと思う。女子はね、なんかその休み時間お菓子とか食べてたかな。そう、なんか朝とかにコンビニとかさ、とかで一気に買ってきたやつとか持ってきたやつとかお菓子食べてた。お菓子食べたりとかしてた。教室まで弁当持ってきて、やばい、ガチじゃん。ガチ。
ビールの購買部のパン争奪戦すごかった。パンが私のところはねパンじゃなくってお弁当、お弁当の方が争奪戦がすごかった。パンは意外と残ってるんだけど全然、うん、あのそんな急いで行かなくても大丈夫だったんだけど、お弁当なんかカレーとか売ってたんだけど、私カレーしか食べたことないんだけどね、お弁当は他にもいろいろ売ってたんだけど、そっちはなんかすごい人気だったから、もう4時間目かな、4時間目だよね、その後が確かお昼ご飯お昼休憩みたいだったら、もう急いでお財布持って急いで行くみたいなそうなんかさ、そうなんか貝もう貝ごとにさ売ってるわけじゃないからさ、何階で売ってるみたいな感じで、その階が一番近いところの学年がそう一番有利だよねみたいな言ったり、何年生が違かったっけな、2年生かな、そうなくなっちゃうから、そうあんま食べたことないんだけどお弁当何回かしかないけど、そこのカレーが美味しくて、パンはねそんな急がなくても全然あんの、パンの方があんまり並ばない、お弁当は並ぶそうなんかお弁当って言ってもあれだよ、なんか なんだろう普通にスーパーとかコンビニとか言ってるああいうコンビニなんかスーパーとかのさああいうお弁当じゃなくってなんだろうな、もっとちっちゃいやつね、カレーはなんか丼みたいな感じの容器に入ってて、ちっちゃい丼みたいなで、そう下にご飯で上にいるみたいな、焼きそばも買ったことない、いつも何かなんかそんなに基本お弁当だったんだけど、時々その購買で買ったり私がよく買ってたのは、え、何なんだっけなあれ、ワッフルかな、ワッフルパンじゃないんだけど、ワッフルとあとピーナッツクリームが入ったパンがあって長細い、それが好きだった。あと何か、でもそんなに買ったことないんだよね購買、なんかあったっけな、なんかパン、それ以外も買ってない気がするけど、あんま覚えてない、なんかいろいろあった、そう忘れちゃった、そう時々お父さんと、そういつも朝ね、お母さんがお父さんと私の分を作ってくれてたんだけど、あとお母さんの分、自分の分とお父さんの分と私の分、あのなんだっけな、でお父さんがお仕事が休みの日はお弁当作んないから、そうお母さんも確かその日は作ってないはず、そうだからお父さんがお仕事休みの日はそう購買のやつも食べたかったから購買で買ったりとかそう、そんな感じ、チャイム鳴った瞬間に出してた、チャイム鳴った瞬間じゃなくって、あのね号令なんかこうなんかこれで何時間目の授業終わりますみたいなあいつあるじゃん、号令が終わったら急いで財布取って購買に行くみたいな、お弁当だったらねそうでも一人では行ったことない、なんか友達と今日昼購買行かないって言ってカレーの方って言ってお弁当の方行かないって言ってね、そう号令が終わった後にお財布持って行こうって言って走っていくみたいな、そう一人ではないそうパンとかだったら全然走らなくても間に合うから一人で行ったりはするけど、そのお弁当の方はねなんか一人で走っていくのだから友達連れて一緒に行くみたいなお味と言ったりとか、でもそんなに買ったことないんだよね、何回かしかない、お弁当
カレーしかないんだけど、他にも売ってたんだけど、ポテトとか何売ってたかな、あんま覚えてないやなんかいろいろ売ってたんだけど、いろいろ売ってたんだけど、カレーしか買ったことないから分かんない、カレーマジ何、友達でもその時に購買行く人数による、2人とか3人とかそう今日購買行くとか言って、そう行く子行く子と一緒に行く子と、でもみんな購買の方が多いわけじゃなくてお弁当の方が多かったんだよね。そのなんか学年が上がりにつれて購買で買う子は増えるのかもだけど、そう私なんだろう、お弁当の方が多かった多分。なんか男の子とかで毎日購買買ってる子はいたけど、女の子あんまいなかったんだよね毎日購買毎日購買食べてる人とかいてなんかお弁当なんか何なら2個買ってる人が男の子だけどすごいなと思いながらそう毎日誰かしらそのお昼前のさ授業が終わって号令が終わったら誰かしら走って購買行ってたクラスの中、他のクラスは分かんないけど絶対一人はそう一人はおるんよありがとうございましたって言って財布持って走って購買絶対いた、一人はいた。行くなら朝コンビニで買ってくる、いやコンビニ、いやねコンビニ行くのめんどくさくない、朝その分早く家出なきゃだし、で購買の方が多分安いそう購買のお弁当とかパンとか美味しかったね、惣菜とかあ売ってた気がするな、たこ焼きとか売ってた確か、食べたことないんだけど私は、何売ってたかな、あカレーしか食べたことなくて、お弁当はお弁当の方、お弁当の方に売ってるようなやつ、なんかねお弁当類なんかそういうやつとなんか焼き菓子のスイーツとかパンとジュースで分かれてて、その売ってるところがなんかね売ってるところが何だろうな、廊下があってね、そうなんてこう分かれてたんだよね。あでもたこ焼きってあれだよ、なんかさ、あ焼きそばもあったかも、何も覚えてないんだよね私、そのたこ焼きとかが売ってる方は買ったことなくてなんかたこ焼き、うんそう、なんかパックに入って売ってたりして、焼きそばとかなんか、だからさそういうスーパーとかで売ってるような形のやつ売り場大きい、売り場大きいのかな、でもそんなに多くはなかったよ、その売ってるなんかところ、そうなんか何か所、お弁当類が2箇所ぐらいかな、多分あんま行ったことないから分かんないんだけど、そっちの方売ってる時に2箇所ぐらいあって、でパンとかが売ってるところ、パンデザート系スイーツ、スイーツ、フィナンシェマドレーヌとかワッフルっていうのかな、こうなんか牛乳とかあとプリンとか売ってるところ、デザートなんかさ3個入りのさプッチンプリンみたいなやつ、あれが一個一個ってあって、ゼリーとかそれが一箇所みたいな感じかな
なんかそういうなんかわかる、サンゴパックのさ売ってるやつ、そんな感じであったかな。でもあれだ、一個一個はそんな大きい大きいって感じじゃない、なんで そんなにあれだけど。そう、なんか机みたいな、机に机なんかなちょっと大きめのなんていうの机に置いて、でも本当にそんな大きくない、なんで一個一個の箇所が大きくないと長机、そう、そんな感じ、そんな感じのところに置いてある、おい、何一箇所一箇所みたいな、その机一個分ぐらい、長机一個分、牛乳とかはそんなに大きくなかったけど、牛乳は、牛乳とかはさそんな種類が多くないから、パンとかに比べて。そう、学校とかでよく使うような机、ああいう、そう、お弁当とかもそれが一つの、そう、多分お店違うと思うんだけどね、売ってるなんか分かれてたからあんま知らないんだけど多分違うんだろうけど、その売ってる2箇所あったんだけど、弁当は隣に並んであったんだけど、なんか机が別々にあって売ってる人も別々でいてみたいな、だから多分違うところなんだろうけどだからお弁当は2箇所隣にあるけど、こうなんか机が離れておいてあってみたいなそれぞれに並んで買うみたいな感じだから。牛乳は紙パック、そう、紙パックのやつ、うん、四角いやつ。レモンの種類はいちごミルク、コーヒー牛乳、牛乳もあったかな、なんかもう一個あったような気がする。でも 3,4 種類ぐらい、そのぐらい。そうに、なんかデザート系プリンとかはなんかその日によって違うんだよね。あんま買ったことがないんだけど私は何回かしかない、本当に2回とか 3回もないのよ、そのぐらいしかないあ、ヨーグルト、ヨーグルトあったかも、あった。あ、自販機は別であんのね、その紙パックのやつがお昼の時間に来て、そう、来る。なんかプリンとかデザートスイーツ系プリンとかそういうのがあったかな、プリンゼリーとかもあった気がする、なんか日によって違った気がするんだよね、あんまお金も覚えてないんだけど、あんまり覚えてないそう、自販機は別であるその紙パックのやつだけは自販機ないから、そう、その売る人が来てみたいな感じ。みたいな感じかな。でもそんなに購買あんま買ったことはないけど、そこまであまり買ったことない、基本お弁当だったからあんまり買った、なんか甘いの食べたいなって時に時々そのパンとかそこら辺行って、あんまプリンとか買ったことないんだよね、プリン好きだけど、そのパン売ってるとこ行って、パン売ってるとこにマドレーヌとかワッフルとかが売ってあるから、こう言って買ったりとか、甘いもの食べたいなって時にそんな感じ。こんばんは、ゴリゴリ運動部の男子のイメージ強いですね。あー、でも確かに運動部の男の子もたくさんいたけど、女の子もいたよ、全然帰宅部の人もいたしそう、だから女の子も結構いた、
基本お弁当だったからあんま買ったことないんだよね、ほんと。運動、運動会系の運動部系ってこと？運動、いや、わかんないけど、運動部とかの女の子もいたと思うけど、普通に部活に入ってない子もいたと思うし、購買、そのお弁当持ってこなくて購買で買うっていう人も結構いたから、普通に、うん、まあ私も時々だけど買ってたし。私は高校の時は帰宅部でしたね。何にも入ってない。何にも入ってないですね。楽しそうな部活とかもあったけどね。部活入ると大変そうだし。私は入ってなかったですね。でも入ってない子も結構多かった、高校は。中学の時はほぼほぼ入ってたけど、みんな高校はね、入ってない子も結構いる感じだったんだよね。ここになかなか帰らない、友達と話すの楽しい。あ、確かに楽しかったね、友達と話すの。放課後に部に入ろうと思わなかった。バレー部、うん、高校はもう中学の時点で途中で辞めちゃったし、高校はねそんなに入る気はなかったかな。うん、入ったとしてももしかしたら試合の日出れないかもしれないし、お仕事によって、そうだからそういうのがあるから入ってもみたいな。そう、そういうのがあってレギュラーになれないかもしれない。レギュラーになんなかったらつまんないじゃん、レギュラーになれないでやってんのって。つまんないから、ちょっとボール拾いとかつまんないからってやんなかった。好きなんだけどね、バレーは。レギュラーに入んない、入れないのが分かっててやるのはつまんない。レギュラー、そう、試合とかずっとこのベンチで見てるだけでってめっちゃつまんないから。時々しか出れない。やっぱ試合に出てた方が楽しいから。試合ね、楽しいからさ。うん、かな。それで入んなかったかな。弓道部とかもし、弓道部、あ、確かになんかかっこよさそう。やったことないけど。やったことはないけど。確かにあんま中学とかでない部活だもんね。高校から、高校からとかでもいい感じ。5時5分ありがとう。じゃあランキング読もうかな。じゃあ13位からランキング読みます。13位プチーニさん、ありがとうございます。12位ディノッツさん、ありがとうございます。11位 W1 ヤットマーク影の守護神さん、ありがとうございます。10位トシベビースターマンさん、ありがとうございます。9位ユーマかっこ熊本さん、ありがとうございます。8位佐々木俊介かっこ AKB48 福岡聖直寺さん、ありがとうございます。次、7位ムムさん、ありがとうございます。6
6位ウドさんありがとうございます。5位ジョークスノーさんありがとうございます。4位筋肉愛好家さんありがとうございます。次3位バトニーさんありがとうございます。2位ごめん先生アットマーク今も友達と FX やっているさんありがとうございます。そして1位がラスカールアットマークタムタムさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。明日もこのぐらいの時間です。配信時間明日も11時過ぎぐらいかな。同じぐらいです。明日もコペの話したい。でもコペそんな話何なんか買ったことないからさ、ちょっとしかないからあんまり話せるようなことがないんだけど大丈夫かな。何回かしかない本当に。本当に何回か。基本はお弁当だったの私は。基本お弁当だったの。大丈夫。あんまりあんまりないのよ。確かに購買楽しいよね。でも買いに行くのなんかいつもお弁当だったから購買買いに行くのは楽しかった。そうたまにだったから本当にたまにって感じ。なんか最初の頃はほんとずっとお弁当でお父さんが休みの日もお仕事休みの日も作ってもらってたからみんなも工場行ってるの見ていいなと思って、だから時々そうお父さんが休みの日とか時々そうお弁当を持っていかずに学校で買うみたいな感じ、時々って感じね。なんか買うのいいなと思って。時々って感じ。本当にお弁当は本当に決まったやつしか買ったことないの。お弁当はカレーしかないって。カレーが美味しかったの、学校のカレーが。パンも決まったやつしか買ったことなくて、そうなんか書いてなくってさ、それなんか何々パンみたいな聞かないと分かんなかったから。聞かないとこれ何ですかって聞かないと分かんなかった。いつもこうなんか食べたことあるのしかも分かんなかったね。あやばい、もうちょっとでもういっちゃうわ。じゃあ明日もこのぐらいの時間です。迷ってる日確かに後ろ並んでるからあんまり悩めないし。そうだからもう決まったのしか食べたことない。じゃあそろそろ切れちゃうのでありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。おやすみ、また明日。